横浜横須賀海沿い走る長めに加藤三浦葉山川枕江ノ島海もいいけど山もいい大山箱根丹沢小田原温泉三昧遊び放題買い物天国パラダイス今日はどこに出かけましょうか川崎鶴見横浜横須賀海沿い走る長めに加藤三浦葉山川枕江ノ島海もいいけど山もいい大山箱根丹沢ダブルドリーム、そしてドリームポッケのゆめちゃんだにゃー、久しぶりだにゃー、イエイイエイ。この番組は子ども番組風ご当地情報番組、鶴見を再発見していただこうという情報番組だにゃ。今日の放送は JR 鶴見駅東口から歩いた場所で行ける鶴見神社から生放送でお届けしています。鶴見の方なら初詣とか七五三でおなじみの場所だにゃ。ぜひお近くの方は遊びに来てください。さあ今日の放送もアベマフレッシュ TV による生放送でお届けしています。過去の放送はアベマフレッシュ TV の録画または YouTube でもご覧になることができますので、この放送が終わったらぜひチェックしてみてください。そして現在視聴されている方はコメントからぜひゆめちゃんへの応援メッセージや質問なども送ってくださいね。バンバンお答えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。こちらのコーナー、ゆめちゃんのお部屋。鶴見神社の宮司である金子元重さんだにゃー。こんにちは。ぜひお越しください。あー楽しみ。金子さん、こんにちにゃー。こんにちにゃー。こんにちは。今日の放送楽しみにしてたにゃー、はい、じゃあ今日は、金子元重さんにたくさんのお話を聞きたいと思いますので、まず自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、皆さん。鶴見神社宮司の金子元重です。はい、よろしくお願いします。金子さん、はい、ゆめちゃんね、金子さんともっと仲良くなりたいので、あだ名つけてもいいですか？はい、はい、どうぞ。ね、元重さんだから、元にゃん。はい。で、よろしくお願いします。はい、じゃあ、元にゃんは、生まれた時から鶴見にいるの？はい、鶴見で生まれ、鶴見で育ちました。え、ゆめちゃんと一緒。はい。どんなお子さんだったのかにゃ。わんぱく坊主でした。わんぱく坊主、はい、わんぱくのエピソードってありますか？はい、いっぱいあると思いますけれども、うんうん、何しろ鶴見は今ほど、人家が建て込んでなくて、非常に平屋建ての、木造の家が多い時代で、うん、まだ至る所に川の近くなんかは特にそうですが、池がいっぱいあったわけです。うん、うんうん、でで、そしてそこにはもう自然がいっぱいありまして、夏なんかもう空一面がトンボで埋まるような場所でした。へえ、そうなの。はい、うん、じゃあそこのトンボが飛んでるお空の下いっぱい走ってたりしてるのかな。はい、それで子供はもうみんな、四季によって遊ぶ場所が違って、それぞれに、仲間を募って、川へ行ったり、それから三池へ行ったり、いろいろした時代があります。じゃあもう走り回って鶴見をみんなで遊んでたにゃ。はい、ねえねえ、元にゃんはお父様も鶴見神社の宮司。はい、鶴見神社の宮司でした。ちなみにそのお父さんのお父さんだから、元にゃんのおじいちゃんも宮司さんかね。いえ、違います。違うのかね。親父の代にこちらへ行きました。そうな
のかにゃ、はい、じゃあ早速鶴見神社について聞きたいと思うんですけど、はい、鶴見神社の歴史って何年ぐらいあるのかにゃ。だいたい1800年ぐらいあると思います。1800年。はい、夢ちゃんね。ほぼ鶴見の、うん、鶴見はもちろんですが、うん、日本の歴史にほぼ近いくらいの、古さを持っているんじゃないかと思っています。すごーい。夢ちゃんね、まだ6歳だから6年しか生きてないの。はい、だから1800年ってすごい、はい、すごいいっぱい生きてる鶴見神社。はい、へえ。じゃあその鶴見神社ではどんな祭事がいつも行われている中にゃ。お正月からいろいろ行事が行われますが、うん、特にその中で、目立つものといえば玉釣り。4月29日に行われる、うんうん、玉釣り、うん、それから夏祭り、一つのお宮に二つのお宮が祀られていて、ここには2つ年に2回お祭りがあります。うん、そして一つは玉釣り、うん、それから一つはおみこしが、うん、鶴見川へ流れ着いたという伝説の、ありますが、うん、夏の天皇祭です。さっきね、ゆめちゃんね、その伝説のおみこし見せてもらったんだにゃ。はい、すごいね、素敵なおみこしで、どうやらね、この伝説ってお話がとっても楽しいのにゃ、教えてにゃ。はい、うん、横浜では一番古いおみこしではないかと思います。鶴見川へ流れ着いて、そして、鶴見川の潮見橋付近、茅場があって、みんな昔は茅の家が屋根が多くて、茅の屋根を変える時にそこで茅を買ったと言われております。その茅は長い柄の鎌、大きい鎌で、その鎌で茅を刈るわけですが、ちょうどおみこしが川へ流れ着いてその鎌で引き上げたと伝えられていますから、今でもお祭りの時には鎌が、大きな鎌がおみこしにつけられて担いでいます。ああ、そうなのにゃ。はい、じゃあ元にゃ、その鶴見川に流れ着いたってことはどこからおみこしはやってきたにゃ。鶴見川の上流と言われておりますが、今から400年ぐらい前の話って言われてますが、実際に東京の国立の文化財研究所へ持って行って、調べていっていただいたことがあるんですが、その時に、関東ので作られたおみこしではない、おみこしというのは、江戸時代になって庶民の祭りとして発達したもので、江戸みこしと京みこしがあって、京みこしではないかと、だから向こうから関西から運ばれたもんではないかというふうに、教えられました。それもまた歴史的な発見だにゃ。はい、あーすごい、それがまた伝説のみこしという言われなのかにゃ。はい、じゃあさっきのお話に出てきた玉釣りっていうのもゆめちゃん気になるんですけど、どんなお祭りなのかにゃ。はい、玉釣りというのは、うん、おそらく横浜では一番古いお祭りだと思います。鶴見神社から伝わっていった板橋の、道慶のお祭りがあるんですが、そのお祭りは1000年前の記録があると言われております。鶴見では鎌倉時代と言われておりますが、実際には、かなり古いお祭りではないかと思います。ちなみにその玉釣りっていうのは何をお願いしながら、はい、田んぼにお米がよく実るようにという年の初めに、祈願するお祭りです。あーそうなのにゃ。じゃあ豊作祈願みたいなやつだにゃ。はい、でそのお祭りはずっと鶴見神社で昔からされてるのかにゃ。はい、明治4年に、
東京横浜間に鉄道が敷設された時に、当時横浜には欧米人がたくさん居住していて、汽車ができると、走り出すと汽車に乗って動き出すと、そのお祭りの中には、卑猥な部分があるということで、国の命令で禁止されたと伝えています。そうなのかにゃ。じゃあできなかった時期もあるってことなのかな。はい、明治4年を最後に国の命令で禁止されて耐えてしまったと言われております。じゃあその一度なくなったお祭りがなぜ今また復活しているのか知りたいにゃ。はい、私がまだ学生の頃に近くに住む年寄りが毎日冬になると日向ぼっこでお見合い来てました。そのおじいさんと話をしている時に、昔このお宮には寝蓮祭りというお祭りがあって、僕の おばあさんが、その早乙女を務めたという話を聞いたのが最初です。そして、その興味を持って、まだ私が学生の頃で、興味を持って、鶴見の、旧家を ずっと訪ね歩いたんですが、とうとうそういう記録は何も見つけることができませんでした。なぜかというと、鶴見の大家といって明治44年に一村全部焼けてしまって、古い記録もすべて亡くなってしまっていたわけです。それで長崎に行った時に、長崎に、お嫁に行った、おばあさんに会った時に、玉釣りの話を、知ってますかと言ったらば、子供の頃そういう本を読んだことがあるよということを聞いて、それがきっかけで、それから資料を探し出して、10年経って、大阪の高槻でその資料を見つけたわけです。じゃあ10年もかけて元にゃんが探し当てた。はい。すごい。じゃあもし万が一その資料が見つからなかったら、今も玉釣りが復活できない。もうおそらく復活はできなかったと思う。すごい。すごい、それが奇跡だにゃ。その玉釣りっていうのはもう復活して何年ぐらいになるのかにゃ。ちょうど今年で、失礼、去年で30周年を迎えました。すごい。じゃあこの30年の歴史を作ったきっかけは元にゃんだったってことなのかにゃ。ありがとうございます。すごい。この玉釣りはちなみにどんなことをするのかにゃ。春に、日本人は、お米が主食ですから、お米がたくさん取れないと、凶作といって、食べるものにみんな困ってしまうわけです。やだ。ですから、お米がよく実るようにという、春になっと、そのお祭りを、して、今年も、種まきから取り入れまでのいろんな所作をやって、今年もこういうふうに、豊作であるようにという祈願をするお祭りなんです。じゃあその祈願をするときに宮司さんとして元にゃんが大活躍するのにゃ。はい、はい、素敵。ちなみに今年はそれが9月でしたっけ。4月の29日に行われます。はい、88夜前、ですからちょうど5月の2日ぐらい前に、行えば、いいだろうということで、4月の29日、はい、ウィークデーでは昔は日にちが決まってましたが、今は時代が変わって、なかなか休日が出ないとサラリーマンは暇がないもんですから、普段の日にはできないということで、祭日を選びました。ああ、そうなのかにゃ。そんな玉釣りの時はたくさん他に鶴見の方とかも見に来くださるんですか。はい。
お子さんとかもですか？はい、そうですね、ですから子供も大勢出ますし、うん、演者も大勢出ます。すごい。それをみんなでそういう所作とかをやるのかにゃ、はいはいはい、あーすごい素敵なお話伺いました。あとね、ゆめちゃんね、鶴見神社でもう一個ね気になるお話を聞いたんですけど、はい、どうやら境内から土器っていうのが発見されたらしいんですけど、はい、昔鉄道開通の時の鶴見駅の写真を見ていただくと分かりますが、じゃあちょっとモニターで用意してもらいましょう、はい、写真。あ、写真、その写真はないのかにゃ。写真あるでしょう。鶴見駅はなかった。鶴見駅の停車場の写真があったと思います、うんうん、それじゃなくてそこにある玉釣りの冊子の中に、昔の鶴見駅、玉釣りの冊子です。違います。玉釣りの冊子、どれかにゃ、どれかにゃ。そう、昔の鶴見駅ってもう今から想像つかないにゃ。ゆめちゃん、どういう駅だったのかにゃ。きっと今とは全然違うのかにゃ、駅が。あ、おとにゃんが今見せてくれました。これがそうです。あ、これは木で作られた。これは鶴見駅が、鉄道開通の時の鶴見駅の写真ですが、そのはるか向こうに、うん、大きな林のような森が見えます、うんうん、見える。これが鶴見神社の、古墳だと伝えられております。そうなのかにゃ。それでお宮が工事をしておりますと、うん、この山は全て、鉄道の用地で接収されたために現存はいたしません、うん、しかし、お宮の工事をやっておりますと、いろんなところからお祭りに使われた道具が出てきます。それで横浜市の方で、平成20年に調査をいたしまして、古墳であったことは間違いないだろう、棺桶も見つかった、うん、それから住居史も見つかった、はあ、それから、500年ぐらいの貝塚の堆積も見つかったと。そして、文化財に指定されました、ですからここへいち早く住み着いた人たちがここでお米を作っていたんではないかと思われるわけです。そうなのかね。でもそういうお米を作ってたって話を聞くと、さっきの玉釣りにもつながるね。はい、そうですね、やっぱり鶴見川の川沿いっていうところで人が住みやすかった場所なのかね、はい、昔から鶴見川っていうのは昔は、小机の辺に河口があったと言われております、うんうん、そして大雨ですとか、うん、台風で、あの辺りの山が崩れて、川へ落ち込みます、川の水がどん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 下流に押し出して、もう何千年という長い期間をかけて、おそらく鶴見の低地が、うん、現在みんな住んでいるところですが、そこが出来上がったのが約2000年ぐらい前ではないかと言われております。なるほど。それから人が住みよう。それでそれまでは山の上に人は住んでいましたが、だんだんお米を作るためには、うん、水田耕作といって、水のあるところで、うん、お米を作るとたくさん収穫ができるということで、山の上から低地へ移ってきて、そこでお米を作ったと言われております。そのために種まきから取り入れまで半年近い間、人は同じところに住み着いていないとお米の収穫が取れます、うん、できません、うんうん、それで、里山が生まれたと言われております。そして、お米がたくさん取れるか取れないかによって生活が大きく左右されるので、そのお米がたくさん実るようにという春の予祝のお祭り、あらかじめ今年も豊作であるようにというお祭りが行われたわけです。なるほど。それが玉釣りです。あ、
なんか元にゃんの話を聞くと全てがつながるにゃ、はい、へえ、なるほど。その出土された土器っていうのが今モニターに映ってる土器なんですけど、はい、まあ1800年ぐらい昔のものから最近のものだと、はい、あの新しいものは、はい、あのガラス製品も出てきております。ガラス製品というのは、横浜開港で欧米人が横浜に住み着いていました。ところがあの食事が違いますから、うん、向こうの人たちは全部牛乳を飲んだらしいんですね、うんうん、それでいろんな何か所かに横浜市内牧場ができたらしいんですね、うん、鶴見も後尾田に小野牧場というのができて、そして工事をしておりますと、そこから、ガラス製の小瓶が出てきて、うん、小野牧場と書かれております。それがおそらく牛乳瓶だったと思います。さっきね、ゆめちゃん見せてもらったの、青い綺麗なね、ガラスの瓶にね、ちゃんと小野牧場って書いてあるの。すごいですよ。なんか昔の1800年前の土器も素晴らしいけど、最近のそういう出土されるものを見ると、鶴見の方たちの歴史の生活ぶりが見えますね。あの、それと同時に鶴見は、うん、あの横浜へ欧米人が住み着いて、うん、西洋野菜というのをいち早く、うん、赤ナスを、ナスをトマトを赤ナスと呼びました。それから銀タナスっていうのはナスのことです。そういうふうなものも、うん、それからブドウなんかも鶴見が日本で一番最初に栽培されたと言われております。鶴見すごい、いろいろな先駆けやってるにゃ、はい、へえ、じゃあそういう食文化も意外と発信基地だったりするにゃ、鶴見は、はい、ああ元にゃ、すごいたくさんの歴史の話ありがとうございました。いえいえ、とんでもない。ゆめちゃんとっても楽しかったです、はい、あのね、はい、鶴見神社さんって神社でしょ、はい、どうやってお参りすればいいですか。はい、あの日本では、うん、2回お辞儀をして2回手をたたいてもう1回お辞儀をするんです。はい、これはおそらく、伊勢神宮という三重県の伊勢にあるお宮ですが、そこは八白酒と言われております。それから八白っていうのは8回手をたたくという、それから出雲大社というのは4つ叩くと言われております。そうなのにゃ、ね、で一般のお宮は2回手を叩く、うん、おそらく、お宮の格をそれで分けたんではないかと。なるほど。まあ伊勢神宮は天照大神様祀られた、ね、はい、一番位の高い神様だ。なるほど、そういう回数の、はい、方法もあるの。ゆめちゃん、それは初めて知ったにゃ、はい、で、こうやってお参りした後にこうやって神様にお願い事をしていいの？はい、お願いすることは一向差し支えありません、うん、あ、そうなのかな、はい、じゃあゆめちゃんもっと可愛くなれますようにとかお願いしていいの？はい、はいはい、じゃあ後でお願いしよう。へえ、あとね、最近よくテレビでも取材されてるんですけど、御朱印っていうのもあるじゃないですか、はいはい、今大流行してます。うん、鶴見神社さんでも御朱印ってあるのかにゃ、はいはいはい、ね、それはやっぱり元にゃんとかも書くのかにゃ。はい、そうです。そうなのかにゃ。この御朱印の意味って何なのかにゃ。御朱印っていうのは神様の、うん、印を持つことによって、うん、神様の恵みをいただくという、うん、お寺にもそういう方がいらっしゃいますが、うん、同じだと思います。なるほど。よくなんかテレビとかでも軽くスタンプラリーなんて言われ方をしてますけど、はい、それとはまた全然違って、違いますね、神様のお恵みをいただけるということですね。はい、じゃあぜひ皆さん御朱印をいただく際にはそのありがたいお気持ちでもらってください。さあ、元にゃん、はい、このあと、7月に、はい、
鶴見神社でたくさんお祭りがあるって聞いたんですけど、はい、まず7月の7日がこれだにゃ。はい、これほおずき市ですね。これはライオンズクラブ、鶴見西ライオンズクラブというのが、主催するんですが、お宮も、場所を貸して提供して、賑やかに繰り広げようということで、もうすでに11回やっております、ですから今年も7月7日にほおずき市としてこの境内で行います、鶴見チャンネルのオープニング映像にもほおずき市の映像入ってるにゃ、はい、木村さん入ってますね。もうこのほおずき市っていうのは何回ぐらい開催されてるんですか。はい、11回やられております。あ、はい、じゃあ1年に1回だから、これチラシを見ると15回になってますね。じゃあ私の考え違いで15回目だと思います。じゃあ今年15回目になるにゃ。はい、はい、ほおずき市はほおずきを販売するのかにゃ。はい、ほおずきと、それからいろいろそこにも書いてありますように、バザーが行われて、いろんな食べ物や、それからいろんな、会員から、寄贈された品物が安く買うことができます。じゃあフリーマーケットみたいな形で。はい、そうですね、ただ同然で買えます。すごい、じゃあもうこれもご家族で楽しめるお祭りだにゃ、はいはい、大勢の人が来ます。ちなみにあれですか、鶴見以外の神奈川県以外とかでもいらっしゃるのかにゃ。ちょっとそこまでは分かりませんが、かなり遠くから楽しみにしてほおずきを買いに来る方がいらっしゃいます。ほおずきって今見かけなくなったけど、とっても可愛い植物だにゃ。はい、はい、そうですね。じゃあ今年の7月の7日だにゃ。はい、はい、ぜひもしよかったら鶴見神社の方にお越しください。はい、ちょうど七夕の日ですから。あ、そうだにゃ、はい、じゃあ織姫様と彦星様の出会いもお願いしつつ、はい、そしてもう一つが7月の27、28、29、こちらですにゃ。はい、はい、こちらのお祭りは何かにゃ。これは天皇祭といって、鶴見川へ流れ着いたおみこしをこのお宮に納めたということから、ここのお宮には一つのお宮に二つのお宮が祀られているわけです。二社相伝といいまして、一つのお宮の中に二つお宮があるということなんです。ですからもともとは杉山明神というお宮が、古いお宮で、これがあの他のお祭りです。それから、江戸時代におみこしが鶴見川へ流れ着いたということで、お宮へ納められて、天皇宮というお宮が祀られました。その天皇宮のお祭りというのが流れ着いたおみこしのお祭りで、毎年お宮からみこしが出ます。そして一番最後の晩に行列をして、鶴見の東口の駅前からお宮まで担いで帰ってきます。これが大きなイベントになっております。これが7月の27、はい、28、29日に、夕方6時頃から、あのおみこしが出発をいたします。じゃあぜひおみこしの姿をご覧になりたい方は、はい、この日ぜひいらしてください。これもやはり他の県の方から見に来てくださる方も、はい、東京や横浜から、来る方も大勢いらっしゃいます。あ、さすがですにゃ、はい、この伝説のおみこしは本当に一見の価値ありだにゃ、はい、ぜひ見てください。じゃあもう一度言うと、7月の7日がほおずき市、7月の27、28、29がこちらの天皇祭、はい、それで29日におみこしが出ます、うん、はい、いずれも鶴見神社通りますので、はい、ぜひ鶴見神社の方に足運んでください、はい、さあ、ポトニャ
他に何かお知らせとかありますか？特に大丈夫ですか？はい、特にありません、はい、じゃあ今日のゲストは、はい、鶴見神社の宮司の金子元重さんでした。はい、ありがとうございました。素敵なお話ありがとうございました、はい、じゃあ一旦 CM 行きます。鶴見ってやっぱり歴史が深いですね。鶴見ってそんなに大きい場所ではないんですけど、いろいろな歴史が詰まった町、やっぱり鶴見ってとっても楽しいです。さてそれでは行ってみましょう。次のコーナーはドリームポッケ情報局、イエイエイ。ということで、今までミュージカルを3月に上演して、その後のダブルドリームはですね、5月にラゾーナ川崎の方でイベントをやってきました。ご覧になった方いらっしゃいますか？応援ありがとうございます。そして6月の1日2日はなんと横浜開港祭の方にもダブルドリーム出演してきました。1日はプロのダンサーを目指す子たちのステージと、あとはそのイベント自体の総合 MC っていうのもダブルドリームのメンバーが担当させていただきました。ありがとうございます。そして6月の2日ですね、6月の2日の横浜開港祭は3歳から大人のダブルドリームのキッズ大人総出演でダンスステージをお届けしました。こちらも応援しに来てくださった方どうもありがとうございます。この日は朝のなんと6時半にみんな臨港パーク集合して、ちびっこマラソンっていうイベントがあったんですけど、そのちびっこマラソンの MC も担当させていただいたりして、もう朝から夜までダブルドリームのメンバー大活躍でした。また来年も楽しみにしてます。さあ次の7月の放送の時に出演情報、ドリームポッケの出演情報をお知らせできると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。この後は毎年出場している9月の2日の浜恋に出演予定です。今年もフリースタイル部門で優勝奪還するぞ。あーさあ、その前までは3年連続優勝してたんですけど、去年は惜しくも準優勝だったんです。準優勝もすごいんだけど、やっぱり優勝が良くて、今年はやっぱり優勝できるように頑張りたいと思いますので、ぜひそちらも皆さん応援よろしくお願いします。またお知らせはぜひダブルドリームのホームページご覧ください。お待ちしてます。それでは CM 行ってみましょう。どうぞ。夢の世界へようこそ。ミュージカルが大好きな方もダンスが大好きな方も、今日は私たちダブルドリームがショーの魅力を満載に歌って踊ってお芝居して、最高のエンターテインメントの世界を皆様にお届けします。夢の扉開けドリームカムトゥルー、きっと叶
ければ夢に向かい行くぞダブルグリーン、いつか届くその日まで走り続けよう。さあエンディングのコーナーです。最後まで見てくださった皆さんどうもありがとうございましたにゃ。次回の放送は7月の5日の木曜日の同じ時間14時からスタートします。会場はまだ未定なので、ぜひホームページチェックしてみてください。次回のゲストは、ワームプレイスというところの主催者で、塚原敦子さんという女性の方です。どうやらこのワームプレイスという団体さんは、ママたちがいろいろなアクセサリーや作品を作って販売するというシステムの団体さんなんですけど、実はマルイシティ横浜店でカシェットラ・カシェットフムフムというお店をオープンしちゃったらしいんですよ。すごいですね、ママの力って。で、そこでママたちが作った素敵な作品を販売しているので、そんな作品も見せていただけたらなと思います。来月の放送も楽しみにしています。さあ、それではもとにゃん、はい、ゆめちゃんこれから歌って踊りますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではミュージックスタート。じゃあリズムで拍手お願いします。ありがとうございます。川崎、鶴見、横浜、横須賀、三浦、葉山、鎌倉、江ノ島、海もいいけど山もいい、大山、箱根、丹沢、小田原、温泉、三昧、遊び放題、買い物、天国、パラダイス、ときめく想いが弾ける神奈川。もう一回いきますね。今日はどこに出かけましょうか。川崎、鶴見、横浜、横須賀、海沿い走る長めに角、三浦、葉山、鎌倉、江ノ島、海もいいけど山もいい、大山、箱根、丹沢、小田原、温泉、三昧、遊び放題、買い物、天国、パラダイス、ときめく想いが運んでにゃー。